はい、みなさんこんにちは。バレエコードはない方が良い初心者のためのギター教室。音楽を奏でる楽しさを一人でも多くの方に知ってもらいたい秋田です。イエーイ。今日はですね、斉藤和義さんの歩いて帰ろうレッスンしてみたいと思います。この動画をね、最後まで見ると歩いて帰ろうバッチリ弾けるようになっちゃいますので、もうぜひ最後まで見てください。もちろんね、練習してもらってバッチリ弾けるようになります。このチャンネルでは F とか Bm とかね、バレエコードのコードをですね、簡単なコードに変換したり、そもそも簡単なコードしか使ってない楽曲をチョイスしてレッスン動画として上げています。よろしければチャンネル登録していただけると非常に嬉しいです。はい、それではですね、斉藤和義さんの歩いて帰ろうデモ演奏行ってみたいと思います。どうぞ。はい、デモ演奏見ていただきました。このデモ演奏ですね、 YouTube の機能を使って遅く再生したり早く再生したりすることができます。ここにリンクを貼ってきますのでね、リンクをたどってやり方を確認してご自身に合った速度で動画を見ていただけたらと思います。はい、歩いて帰ろうね、出てくるコードを確認したいと思います。まずは G、 Em、 D、 C、Am。 はい、ここまでがアコギ弾き語り基本コード5のうちの5になります。ここにリンク貼っておきますので、このリンクからたどって押さえ方を確認してください。まあ、これに加えて B7、 それと A7 ですね。押さえ方確認していきます。 B7 は5弦の2フレットに中指、4弦の1フレットに人差し指、3弦の2フレットに薬指、1弦の2フレットに小指、5弦から弾きます。次は、ね、A7 ですね。 A7 は4弦の2フレットに中指、2弦の2フレットに薬指、5弦から弾きます。はい、この曲のオリジナルのキーは F なんですけれども、今回 G でやってます。ということはね、1音上がってるんですよね。本当は F で、ってやるんですけども、F なしでやることになってますんで、G でやってます。でね、高いんですよ。オリジナルキーより1音高いので、ちょっとね、
声出すの大変ですから、皆さんね、この7カッポとか5カッポぐらいでね、オクターブ下げてやってもらうと男の人はいいかもしれないです。女性の方はまあこのままでも全然余裕できるんじゃないかなって気がしますので、まあそういうことで、カポを使うっていう、使って音をまあ調整してください。カポの使い方ここに貼ってきますのでね、確認してみてください。それではね、ストローク大きく分けて3種類あります。イントロのとこですね、イントロ、これ難しいです。これすごく難しいので、頑張って練習してみてください。これはね、ジャンジャンジャンジャカンカンカジャカジャカね、ジャンジャンジャンジャカンカンカジャカジャカ、これで、ね、呪文の上に唱えるように、もう口でジャンジャンジャンジャカンカンカジャカジャカって言えるようになったら、ジャンジャンジャンジャカンカンカジャカジャカ、ジャンジャンジャンジャカンカンカジャカジャカってできるようになるので、もう口でまずは言えることが重要です。はい、でその次ですね、ひら走る街をのこのところは、んか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 ですね、んか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 、じゃかじゃなくて、んかんか、全部頭抜いて、んか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 、頭をこう押さえて、んか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 、これでもいいですよ、んか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 でもいいし、まあでもかっこいいのはダウンストローク、裏がダウンストロークになってるパターンですね。で、どうやってるかっていうと、わかりました、こんな感じでこう、これミュートしてみます。嘘でごまかしてっていうところ、これ原曲だとやっぱりこれもね、嘘でごまかしてってこうやってやってるんだけど、なんとなく全部これでやっちゃうと曲があんま面白くなくなっちゃうので、ここはジャンジャカンカジャカの8ビートの基本的な8ビートをちょっと早めに、嘘でごまかしてジャンジャカンカジャカジャンジャカンカジャカ、ちょっと早いんですけど、ジャンジャカンガンジャカでやってみます。まあ最初分かんなければ、嘘でごまかしてジャカ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 ってこうやって弾いてもらえれば、なんとなく雰囲気は出るかな。ジャッ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 っていうのと、チャッ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 と、ジャンジャカンガンジャカで、このまあ3パターンでやると曲がこうね、なんとなく曲としてこう慣れたってくるので、ちょっとね今回難しいんですけれどもね、ただこのイントロのジャッチ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 ャってね、ここがやっぱりこの曲のかっこいいところなので、あれエレキでやってますけどね、アコギじゃないんですけども、うん、そこをねやっぱできるようになると、この曲グッとこう楽しめるじゃないかなと思います。デモ演奏とまあ今の説明をね繰り返し見ていただいて、繰り返し繰り返し練習していくことでも必ず弾けるようになりますんでね、ぜひぜひ、斉藤和義さん歩いて帰ろう聞けるようになっちゃってください。はい、今日はですね、歩いて帰ろうをやってみました。初心者のためのギター教室、入校はチャンネル登録からになりますので、ぜひぜひよろしくお願いします。皆さんがより楽しくギターライフをエンジョイできますように。今日はどうもありがとうございました。それではまた皆さん、バイバイ。